次のお題はこちらです。はい。猫。出た。ちょうど猫です。猫だ。はい。猫の日なんですにゃ。いや絶対こんなん可愛くなるに違いないじゃん、猫のお題なんて。そうだよ。そうだよ。可愛くさせないからな。これは。千代ちゃんが可愛くさせちゃうからね。よくね、リエルはお家で言っている言葉なんで。お。それを使っていこうと思いますね。いいねー。うん。もうね、終わり良ければ全てよしだから、もうこれはもうガブちゃんにかかっておりますぞよ。いやもう、そこまでの妨害にね、二人とも耐えて。お風呂の法則で、可愛くしよう。可愛く、うん、そうだよね。可愛くなるかな、うん、なるかな。大丈夫二人とも。お願いします。お願いします。肉球が猫もおほっとよ猫ちんだ。え、まあ、最後よろしくお願いします。先生、はいはい、先生、はい、審査員の皆さん、最後やらしいと、コメントの皆さん、一番最後がやらしいと思います。何でしょ、違うよ。何チームでやらしい。え、ちょっと私もエッチって思っちゃったよね。ちょっと説明させて、はい、うん、猫を吸う、リエルは猫チンを吸ってくるって言ってるの。ニコチンじゃなくて猫チン、その猫チン。あー、なるほどね。猫チンを吸うの、リエルは。なるほど、猫チンもよく犬チン吸いますけど、やっぱいやらしいと思いますね。やっぱ今口に出してみていやらしくて、こう外で犬チン吸わせてって言えないもん散歩してる時。犬チンはさ、ニコチンとちょっとさ語呂が悪いけど、猫チンはニコチンと語呂いいっしょ。確かにね、ニコチンって言えばなんかニコチンに聞こえるもん。ニコチンって、そうそうそう。最後のチンを2回繰り返すことはできます？え、ニコチン…ほら、気に入ったじゃん。ほら、いや、ちょっといやらしいって気持ちに芽生えてきたでしょ。そんなことないよ、ニコチンチンだだよ皆さん、ここアラームにしましょう。ここ今の猫ね、はい、アラームにしましょうね。はい、で、困る、ね、ガブちゃんのファンの方に、俺のガブちゃんにセクハラかわしたって、違うから、別に違うんだから、許してちょんまげ、はい、許してくれるよ、優しいからみんな、大丈夫か、ね、うん、むしろ、僕のみんな優しいから、うん、ね、大丈夫だよ、うん、切り抜きたくて、喜んでますよ、みんな、あー、いやー、いいね、あかんわ、うん。